運の十座作大脳手術美しきすね一番明るい窓の下で毛爪を撫でているところへ例によって案内も壊わず友人の鳴海三郎がぬっと入ってきた「よう」うと鳴海はいつもと同じお決まりの挨拶声を出した後で。 そうやって君は何をしているんだと聞いた。うん。と私は生返事をしただけで、やっぱり前と同じ動作を続けていた。近頃すっかり油のなくなった我がすねよ。すっかり痩せてしまって、ふくらはぎの太さなんか、威勢の良かった時の三分の一もありはしない。つまらん真似はしない方がいいぜ。 そう言って、なるみは、私に向き合ってあぐらをかいたが、すぐ立ち上がって、部屋の隅から灰皿を見つけてきて、元の座に座り直した。私は、毛爪を引っ込めて、託し上げてあったズボンを足首の方まで下ろした。まさか君は大切な二本の足を。なんだと君の大切な足を。 ゲイ瞬間へ売り飛ばすつもりじゃないんだろうね。もしそうなら僕は君にうんと言ってやることがある。私は友の険しい視線を中性子の嵐のごとく全身に感じた。頭の中の一部がカーッと熱くなった。ゲイ瞬間ほう、君はゲイ瞬間を知っていたのかい あんな罪悪の殿堂は一日も早くぶっつぶさにゃいかん。何でも腕一揃いが五十万円、足一揃いなら七十万円で買い取るそうじゃないか。ふふふ、もうそんなことまで君の耳に入っているのか。芸イ瞬間などという美名を掲げて、そういうひどい商売をするとはけしからぬ。そうして買い取った手足は、 改めて何十倍何百倍の値段をつけて金持ちの老人たちに売りつけるのだろうがだがねなるみ、この世の中にはそういう商売もあっていいじゃないか老虚に入って手足が思うように効かない方々の機能が衰えて生存に希望が湧いてこないそういう時に若々しい手足や内臓が買い取れてそれが簡単な そして完全な手術によって自分の体に植え移され、たちまち若返る。移植手術、大いに結構じゃないか。いや、僕は何も移植手術そのものが悪いと言っているのじゃない。移植手術の素晴らしい進歩は、人類福祉のために大いに結構だ。しかし、この種の手術を施行するについては、 瀬尾教授のやっておられるように、あくまで公明正大でなければならぬと思う。つまり、瀬尾教授の場合は、例えばここに交通事故があって肝臓を破って死に瀕した男があったとすると、これを即時手術して、その肝臓を摘出して捨て、それに代わって在庫の肝臓を移植する。その肝臓というのは肝臓病ではない死者から摘出し、 かねて貯蔵してあったものであり、そしてそれはその遺族が世界人類の幸福のために人体修正局部品部へ進んで売却したものなんだ。まあこういうのが公明盛大で、瀬尾教授の手術を受けるものは一点の後ろめたいところもない。これでなくちゃいかんよ。と、鳴海三郎は真剣な顔つきになって大いに弁じた。 しかし私は一向関心しなかった。移植手術に公明正大か否かを問う必要はない。要するに移植手術を受けた者は幸福になれるのだから、それでいいのだ。むしろ問題はその手術の手際遺憾にあるだろう。どうだ闇川。聞いているのかうん、聞いている。で、 君はゲイシュンカンの話を一体誰から仕入れてきたのかねある新聞記者からさ。もっともその記者はクラブで仲間からのまた聞きなんだそうだ。その話によるとゲイシュンカンは表通りを探しても見つからないそうだが、一度その中へ飛び込んだ者はその繁盛ぶりに驚かされるそうだ。そして何でも 僕たち小説家仲間に、芸春館のことについてとても詳しい奴がいるんだそうな。あいにくその名前を聞くのを忘れたがね。おや、何を笑うんだ私はぎくりとして笑いを引っ込めた。そして硬い顔になっていった。事実、芸春館主の若宮鈍吉氏の技量は大したもんだ。 若宮ドン吉氏は、その若宮ドン吉とかいうのは主任医なのかねそうだ、頭髪も、頬髭、顎髭も、朝のように真っ白な老人だ。しかし老人臭いのは毛髪だけで、後の全身は青春そのもののようにはつらつとしている。最もお手の物の移植手術で修正したんだろうが、あきれたきれた。 いつの間に君はそんな悪魔と近づきになったんだい悪いことは言わん。その若宮監修にはもう近づくなよ。そんなところへ出入りをしていると末にはとんでもない目に遭うぞ。順情一本木の友は私を睨みつけるようにしていった。君も一度若宮先生に会ってみるのがいいよ。すると、 きっと今の言葉を取り消すだろう。ち、誰がそんな汚い奴のそばへ近づくものか。その若宮先生が私の長いすねをつくづく見て言うのだ。あなたのすねは非常に立派だ。43センチという長いすねは比較的珍しい方に属するばかりか、あなたの頸骨と肥骨の形が非常に美しい。 ケ骨の正面なんか、純正双極性を成している、とね。そして、もしこれを売る意思があるのだったら、九十九万円には買い取るというのだ。バカなことはよせ。ここではっきり言っておくぞ。天から授かった神聖な体を売却していいと思うか。それも物質的欲望のために売却するなんて、 猛烈に汚いことだ。万一君がそんなことをすれば、もう絶好だぞ。成美は膝で畳をどんどん叩いて、ほこりをひどく舞い上がらせながらわめいた。でも私は言ってやった。売った方がいいという事情があれば、売ってもいいじゃないか。それに、そういうものを売るか売らないかは、僕一人が決めていいのだ。 それは許せない。売ってはならない。それに、それにもし玉子さんがそれを知ったら、どんなに嘆くと思う君たちの間に、きっとひびが入るぞ。それも別離の致命傷のひびが。そんなことがあってたまるか。大いにありさ。考えても見たまえ、玉子さんが、 たまこがそれを望んでいるとしたら、君はまだ何か言うことがあるかね驚異の技術。もともとこの記録は手記風につづりたき考えであった。ところが書き始めてみると、やっぱりいつもの癖が出て小説体になってしまった。やむを得ず筆を止めてごまかした。今日こそは、 手記風に書きたく思ううるさきなる三三郎はいくら追い払ってもこりる風を見せず毎日のように押しかけてきてはろくなことを言わないまったく困った友だ彼は必ず決まって私が両足を売るつもりでいることを非難するそして初めは玉子のことを引き合いに出していさめたもんだが私がそれをやっつけて 玉子がそれを望んでいることを明らかにしてやったら、それはもう言わなくなった。その代わりに、今度は玉子を非難し、君の足を売ることを望むような女性は、外面に菩薩、内心に野者だと言って罵倒した。そればかりか、近き将来、た子さんはきっと君を裏切って離れていくに違いないなどと、甚だ不吉な源氏を浪して、 私を極度に不愉快にさせた。私は彼に対し、直ちに出て行ってくれと言ったが、そんなことで立ち上がるような彼なるみではなかった。そして今度は攻撃の目標を変え、若宮先生の手術にケチをつけるようなことを並べ出した。僕は若宮何がしが、どんな手術名人か知らぬが、手術の後は、 やはり醜く残るんだろう。つまり、継いだ後は赤く引き連れたりなんかして、周回なコンを残すのだろうが、私は強く首を左右に振った。君は素人のくせに、若宮氏の手術の手際にケチをつけるなんてよろしくないよ。この十年間に外科手術は大発達を遂げた。そしてその第一話、 今までのような醜い痕跡残存が完全に後を絶ったことだ。だから顔面整形手術のごときものがどんどん行われるようになったのだ。しかも若宮氏の手術はこの点では東大に並ぶものがない。実際僕は先生のところで何十人、いや何百人もの手術者を見たが、痕跡らしいものを見つけたことはただの一度もない。 ふ、うんそうかね。まあ、それならそれとしてだ。太い足の代わりに細い足をついたときはどうなるのか。継ぎ目の皮には痕跡が残らないとしても、太い足に細い足をつければ、当然そこのところが段になるではないか。そうなると、やっぱり醜く,くないことはないね。君は非常識だよ。 美観を一つの条件とする現代の外科手術において、そんな段になるような手際の悪いことをすると思うかね手術の前には回転写真撮影機による精密な測定が行われ、それからブラウン管による積算設計がなされて、接合後の足全体が資材範囲内で純正楕円関数または双曲線関数曲線をなすように選定される。 従って、接合部切り口における断面積も算出されるわけだから、これらの数値によって、不要なる贅肉は揉み出して石灰除去されるのだ。だから、ももと移植すべき足との接合部はぴたりと合う。醜い断などは絶対に起こり得ない。わかったかねうん、理屈はわかった。しかし、実際はどうかな いや、君の言葉を信用しないわけではない。それに、いくら外科手術が進歩した現代かは知らぬが、マネキン人形を継ぐわけじゃあるまいし、生きた死体の接合するんだから、相当難しいはずだ。例えば、血管と血管との連結はどうするまた、神経細胞の連結はどうするこれは大変困難なことだぜ。 一向困難な問題ではない。太もものところでズバリと切断されると、その切り口は直ちに写真に撮られ、そして現像後は壁いっぱいに拡大されて映写される。それから継ぐべき足の切り口も同様に撮影され、拡大映写される。この二つはもちろん同一ではないが、同じ人類のことゆえ相似である。しかし接合するためには、 掃除の程度では困るので、ぜひとも同一でなければならぬ。つまり、骨、血管、神経、筋肉、皮下脂肪、皮膚などの配列状態がね。そこで掃除から同一へと配列の調整が設計される。もちろんこれはまず骨と骨とを一致せしめ、血管、神経などはその後に順番に配列座標が決定される。 それから配列替えの手術だ。電気メスと帯電器具と初電極とを使って、この手術はわずか5分間にて完了する。そうなれば、太ももの切り口も、これに次ぐべき足の切り口も、反抗をしたように同一の配列、太さ、形を取るわけだ。だからあとは、両者をぴたりと合わせて電気をかけ、瞬間癒着を行うのだ。 残るは皮膚と皮膚の接合部に対する適切なる処理だ。これも済めば全部の手術が終わったことになる。どうだこれなら納得できるだろう部品を組み合わせてエンジンを組み立てるのと同等の技術を持って、この手術は確実かつ容易に行われるのだ。私はここで言葉を止めて友の顔を見た。 なるみは軽くうなずいていた。どうだなるみ。納得いったんだね。まあ、ある程度はね。それにしても、継がれた足がすぐ脳髄の命ずる通り働くだろうか。彼はまだ追求をやめない。それはもちろん周到な試験がなされる。特に神経反応は念入りに調べられる。 血行状態は心臓カージオグラフによって完全に確かめられる。運動と筋肉の関係は有尺高速映画で撮影され、筋肉圧はブラウン管の光反転の動きで検定するが、これは同時撮影されるから、もしも異常があればすぐに発見される。麻酔の解かれるのはこれらの試験が全部終了した上でのことだ。うーん。 君はなかなか詳しいね。それくらいなら若宮氏の助手が務まるだろう。と、なるみは皮肉を言う。私はそれに構わず言った。もはや現代の医術は天才的特技ではなくなった。それは普遍性ある機械的技術となり、機械力によりさえすれば、誰にも取り扱えるものとなりつつある。 我が若宮先生の特技と称せられるものも、実は先生が把握した心理を大胆率直に機械的技術に移し、これを駆使するのに他ならない。そう言っちまえば、君の崇拝する若宮氏は魔術師の一種だってことになる。とにかく君は即時即刻あのような人物との関係を清算せにはならんのだ。 切に忠告する。何を言うか、僕のことは僕が決めるんだ。余計なおせっかいをするナルミを、とうとう追い出すようにして帰ってもらい、私はそれからすぐさまゲ春館へ行って両足を売却した。こうしてしまえば、いくらナルミだって、もううるさいことは言えないのだ。なお私は、 両足の代償として、かねて玉子から望まれていた通りの五か年若き青春と、代わりの足一組とあがない、その場で移植してもらった。疑惑。玉子は果たして大喜びだった。私の予期した以上の喜び方だった。私の両手を握って見比べ、以前よりもツヤツヤしてきたと褒めた。 それから私たちはヨットに乗って瀬戸内海の遊覧列島へ出発した幸福なそして豪華な生活に私たちは暦を忘れて遊び回ったがこのような生活もいつしか秋を覚える時が来た感情してみるとちょうど3ヶ月の月日が経っていたそこで私たちはどっちから言い出すともなくそれを言い出して このの島を離れ、元の古巣である都会へ引き返した。私は、た子と同棲するために新しい住まいを見つけるつもりでいたところ、た子はそれに反対だった。同棲するには準備もいることだし、急遽片付けるためにも時間を要するから、大体いいあと5週間の余裕を置いてくださらないと訴えた。私は、 五週間はちょっと長すぎると思ったが、せっかく玉子の言うことだし、それでよろしいと承知した。私たちは停車場の前で左右へ分かれた。そしてそれ以来今日まで約二週間、私は玉子に会わないのである。私としては同棲はしないまでも、私が玉子を訪問することは彼女の歓迎するところであろうと思ったので、 停車場前で別れたその翌日には彼女をヴィラン寮に訪ねたのであったところが寮はあったが彼女はそこにいなかったいや正確に言うと寮の建物はあったが寮の名が変わっていたのだつまり寮は売られて倉庫になっていた倉庫の番人に玉子の移転先を聞いても 首を横に振るだけであった私は失望を禁じ得なかったとともに、玉子に対してある不満をさえ初めて感じた。だが、私はキトについてから思い返しても見た。玉子から私へ宛てた移転の手紙が、今郵便局の配達員の手にあるのではないか。もう一日も待てば、 その封筒は私の家へ届けられるのではなかろうか。私は家へ戻ってひたすらにその手紙の到着するのを待った。時間は父としてなかなかはかどらなかった。私は縁側に出て日向ぼっこをしながら、郵便配達員の近づく足音を一秒でも早く聞き当てようと骨を折った。 しかし私の望みはいつまで経っても達せられなかった。私の気持ちはだんだんとわびしくなっていった。まだ明日という日もあるものをと自分を叱っても見た。しかしわびしさは消えなかった。私は自分の足の毛ねを、いや、これはあの時売り物を買って取り付けたものであるが、 今はこれが自分のすねの第二世となっているそれをなでるともなしになで始めたがわびしさが一層加わるばかりであったこの足は美しくてすらりと長かった私の前のすねとは全く異なり皮膚が嫌にガサガサし悪性のおできの跡が梅干しを突っ込んだようなくぼみを見せてそれが三つもあり おまけに骨が醜くねじれていた。なおその上に良くないことに、未だにちょいちょい悪性のお出きが吹き出し、我慢のならぬ周期を放つのであった。たった五千円ばかりのものだったから、今になって贅沢を言えた義理ではないけれど、こうも悩まされるものと知ったなら、青春の方をもう少し値段をねぎって、人並みな足を買うんだった。 金さえあるなら今から良い足を買い直してもいいのだけれど、残念ながら、玉子との遊覧の旅にすっかり使い切って、実を言えば、目下金策をあれやこれやと考慮中であるわけだ。私がこの厄介なすねに公約を張り替えているところへ、珍しくなるみが入ってきた。ようやみかわ、やっぱり帰ってきたんだね。 なるみはそう言って、いつものように灰皿を探し当てると、それを持って私の前にあぐらをかいた。私は慌てて彼を叱り飛ばした。この第二世の足を彼に見られたくなかったからだ。でもなるみは、ふーんとうなったばかりで、私の足へちらりと一別を送り、あとは気にも留めていないという顔をした。 たまこさんと一緒じゃなかったのかい何私は冬打ちを食らって青くなった。いや、機嫌を悪くしたら勘弁したまえ。なに、さっきたまこさんの後ろ姿を見つけたもんだから。え、どこでたまこ、詳しく言ってくれ。なるみはびっくりしてしばらく私の顔を見つめていたが、 君を興奮させるつもりはなかったのだ。H 街を彼女は歩いていたよ。一人きりかそれとも連れがあったかさあ、困ったな。本当のことを言ってくれ。僕は今真実を知りたいんだ。玉子は他の男と歩いていたのだろうその男はどんな奴だった 私の険しい追求が鳴海の返答を返って遅らせたでも結局彼は答えた「別に怪しい人物ではなかったよでもどんな男だそいつは君の知っている人だよじらせてはいけないタマコの連れの男は誰だったか早くそれを言ってくれ言っても差し支えなかろう」 瀬尾教授だ。何瀬尾教授あの大学の瀬尾外科の主任教授である瀬尾先生か。そうだ。だから君は別に興奮しないでよかったのだ。私はしばらく沈黙していた。そしてその後でつぶやいた。一体玉子は瀬尾教授なんかに、 何の用があるんだろう。その理由は、検討がつかなかった。しかし、玉子があれ以来、私に対し行方をくらまし、音信不通の状態をとっていることから考えて、たとえ相手が瀬尾教授であろうと、それと肩を並べて歩いているということは、私にとって重大問題たることを失わないのだ。君は今、 H 街だと言ったな。おい、血相を変えてどこへ行くんだ。待て、待てと言ったら。私は、鳴海の老狽する声を後に残して、外に飛び出した。行き先はもちろん H 街であった。H 街はひどく雑踏していた。激しい人波をかき分け、あるいは押し戻されつして、 私は何回となく求むる人を探し回ったしかしその結果は何の得るところもなかった二人はどこかへ雲隠れしてしまったのだまあいいいずれそのうちに二人はまたこの栄一街に現れるだろうその時こそひっ取らえてくれるぞと私は深く心に寄するところがあった そしてそれからは毎日のように H 街に出張って目を光らせた。もちろんタマコからの手紙は、その翌日も、その翌々日も、それからずっと後になっても、ついに来なかった。また、H 街の監視も一向効果がなく、タマコたちの姿を一度も見つけることができなかった。 それから相当たってのある日のこと、私のもとへ一通の無名の書状が届けられた。私はそれと見るより、この書状の中に私の求める重要なニュースが書き付けられてあるのを察することができた。開封してみると、それは果たして怪しい文書であった。全文は法文タイプライターによるひらがな書きであった。 その分に曰く、闇川きちんとに警告する。小宮玉子は君の美しい足を若宮鈍ン吉より買い取った。そしてその足は彼女の兼ねて愛する男へ捧げられた。今後油断をするととんでもないことになるぞ。早見未成より、 予感は的中した玉子は私の足を若宮先生から買い取りそして彼女がかねて愛する男へ捧げられたという今後油断をするととんでもないことになるぞ早耳せというのだ玉子にかねて愛する男があったとは私の方で否定するわけにはいかぬが先頃遊覧中は そんなことはお首にも出さなかったタマコだった。そして今、私の大事にしていた足を彼女が買い取ってその男に捧げたとは何たることか。私に足を売り払いとしきりに進めたのは余人ならずタマコであったではないか。そして私に売却させておいて、後でそれを自分で買い取ってかねての愛人への贈り物にするとは、 実に許し難い棒状である。それにしても彼女の兼ねて愛する男とは何者であろうか。彼は今、たまこから私のあの美しい足を送られて、それを移植し、いい気持ちになっているのであろう。なんと私は馬鹿者扱いされたことか。ああ、それで読めた。 外科手術の対価たる瀬尾教授と彼女が並んで歩いていたのも、その足の移植手術を教授に頼んだものに違いない。私は奮劇の局に達した。時間の推移とともに私の頭は痛みを加え、胸は張り裂けんばかりになった。このまま見逃すことはできない。何が何でもその男をひっ捕らえ、 玉子に思い知らせてやらねば、この腹の虫が収まらない。私はついに復讐の鬼と化した。小枯らしの夜店。復讐の鬼と化した私は、前後を防じ、昼と言わず夜と言わず、巷を走り回った。もちろんその目的は、玉子と私の生まれついたる美しい足を変種したる。 あえてそういうのだ。その男とを引っ捕らえるためであった。が、玉子とその男とは、なかなか私の視界に入らなかった。その二人は、巷を歩かないわけではなく、私はたびたび玉子とその男の姿を見かけた話を耳にした。しかも私の風になる、ついに両人に行き合うことができないのであった。 私は自暴自棄になって、不定にも若宮先生のもとへ暴れ込んだ。私は悪気に疲れたようになって、先生を診察台の上へねじ伏せると、かの私の生まれついた美しい両足を玉子ずれに譲渡したことをなじった。しかし先生は私の無礼を咎めもせず、静かな声で、一旦君から買い取った上は、 これをどう処分しようと私の自由であり、君は文句を言う権利がない胸を悟した。私は先生の喉を締め上げた腕を解き、その場に平服して比例を詫びるしかなかった。そしてその日、私は私の両の腕を先生に買い取ってもらってから、そこを辞した。値段は115万円であるから、 普通以上の良い値段であった。その代わりに私は八千五百円を投じて割安な歴史人の両腕を譲り受け、それを移植していただいた。で、手取りが百十四万千五百円なりとなった。これだけあれば当分生活に困らない。こういう呪わしき境遇に追い込まれた者の,の常として、 平面無臭の生活ができないことは趣向されるであろう。私の場合においても、この例に漏れず、日夜刺激を追求し、その生活は次第に進んでいった。その行情は、ここに文字にすることをはばかるが、私の金遣いも人ともに荒くなり、両腕を売り飛ばして懐に持った114万余りの大金も、 そう長からぬ期間のうちに他人に巻き上げられてしまい私はまた金策に苦労しなければならなくなったそして結局は酒の勢いに助けられて若宮先生の門に飛び込みあるいは心臓を売りあるいは背中一面の皮膚を売りなどして内臓と言わず何と言わず次から次へと売り飛ばして金に変えたのであった ただそのような際に常に守ったことは首から上のものについては一物も売ろうとはしないことだった。顔を売ってしまえば私の看板がなくなるわけだからどんなことがあろうとこれだけは売ることはできない。欠望と大脳を背負ってあえぎあえぎ私は愛も変わらずちまたを血眼になって探し歩いた。 しかし、運命の神はどこまでも私に味方をせず、た子とそのあだし男の姿を発見することはできなかった。私は毎夜遅く、へとへとになって住まいへ転げ込むように戻るのが常だった。なるみの奴は相変わらずやってきては、頭の悪いおばあさんのような世話を焼いたり、中言を繰り返した。君も馬鹿だよ。 いくらタマコさんは美人か知らないが、あれが生まれながらの美人なら、それは君のように追いかけ回す価値があるかもしれない。しかしよく考えてみたまえ、そんな価値はありやせんよ。生まれながらどうしたってそこなんだ。いいかいタマコさんという人は瀬尾教授とも古くから親しくしているんだぜ。 ある人の話によると、玉子さんは以前はあんな美人じゃなく、むしろ気量は良くない方だった。それが急に生まれ変わったような美人になったんだそうで、そこにはそれ、瀬尾教授の施した美眼整形手術の匂いがプンとするじゃないか。そういう人為的美人に、君という馬鹿者は愚かにも純粋の生命と魂を捧げているんだ。 いわば、玉子さんは、雑誌の口絵にある、印刷した美人画みたいなものだぜ。そういうものに熱中するものは、よほどのアホだ。これは痛い言葉だった。私は終日不愉快であった。なるみの奴は、私の熱愛していた偶像を、めちゃくちゃに壊してしまったのだ。私はそれ以来、 一層不機嫌に駆り立てられた。こうなれば、たまこに対する愛着は冷却せざるを得ないが、その代わり、タマコが私の足をあだし男に送ったという所業に対する怨恨は、さらに強く燃え上がらないわけにはいかなかった。よし、こうなれば、たとえ骸骨となっても、かのあだし男をひっ捕らえてやらねば。 その頃ちょうどある筋から、たまことそのあだし男らしき人物とが、経坂の夜店に肩を並べて歩いていたという話を聞き込んだので、私は新しい探求手段を考えついて、早速実行することにした。それは私も経坂の夜店に加わって、手相占いの店を張ろうというのだった。そして腰をどっしりと落ち着けて、 かの両人の見張りを行おうとするのだった。私はこの夜店の委員会の認可を受けた上で、黒の中折れ帽子に同じく黒い長マントを引きずるように着て、小柄しの吹く坂道の小便横丁の小倉木角に、お定まりの古風なちょを持って立ち商売を始めた。はじめの二三日はむしろ楽しきことであったが、 四日五日と経てゆくうちに、この商売が決して楽なものではないとわかった。いや、むしろよほどの体力がないとやれない仕事だとわかった。しかし、私は屈しなかった。風邪を引き込んだが、私は休まなかった。水花をすすり上げながら、なおも来るよ来るよを頑張り続けた。去りながら、 その会話一向に現れず、焦燥は人ともに加わった。玉子とあのあだし男とは、よほど巧みに万事をやっているらしい。ところが突然、一つの機械が天から降って私の前へ落ちてきた。それは立ち商売を始めてから四週目の金曜日の酔いだったが、坂の上の方から、 カバンを小脇に抱えた紳士が少しく名酊の黄身でふらふらした足取りでこっちへ近づくのがなぜか目に留まった「あ瀬尾教授」「おお、間違いなく瀬尾教授だこの時私の頭脳に稲妻のごとくひらめいた一字がある母 <laughs> <laughs> この先生のことかもしれぬ」 私はうっかりこの先生とタマコとの結びつきを忘れていたぞ。そうだ、タマコから私の足を送られたのは、この瀬尾教授かもしれない。よし、今それを改めてくれるぜ。私の胸は踊った。あとは何が何やら夢中である。もう怖さも恥ずかしさもない。 私は狂犬のように横丁から飛び出していって、いきなり教授の腕を捉えた。それから教授をずるずると横丁へ引っ張り込んだ。それから隠し持ったる小刀で教授のズボンを下から上へ向かってビリビリと引き裂いた。そして教授の長いすねをズボン下から剥き出すと、商売物の懐中電灯をさっと照らしつけて、 教授の絆をまざまざと検視した「うわった助けてくれ」教授は教授らしくもない大悲鳴を持ってこの時助けを求めたさあ大変たちまち人の波が私たちの方へ殺到した「これはしまった」と私は提灯も懐中電灯もそこに放り出すと一目散に暗い麹を突っ切って いよいよ暗い方へ逃げ出した。逃げながらも私は朗らかであった。どうかと疑った瀬尾教授のズボンの下には私が忘れることのできないあの売り払った足が発見されなかったのである。すると瀬尾教授は私の血眼になって探している男ではない。それはいいが、 一向姿を見せないかのあだし男は、一体誰であろうか。どんな顔をしている男だろうか。無限地獄。方法の体で逃げ出した私は、さすがに追跡が恐ろしくなって、その夜は鳴海の家を叩いて止めてもらった。鳴海は私から事情を聞いて、その乱暴をきつく戒めた。 そして今夜はたとえどんなことが起ころうと僕が引き受けてうまくやるから君は安心して眠れと言ってくれたおかげで私はぐっすりと安眠することができた朝が来た窓が明るくなると私は反射的に飛び起きた驚くことはなかったなるみがそばでぐうぐうと眠っていたし 家は彼の宅であった。追跡者もついに私の身柄を取り押さえることができなかったのである。一安心だ。食堂へ行って、成美と共に朝食を済ませた。それから彼の部屋へ行って、電気暖房を囲んでタバコを飲んだ。その時成美が突然妙なことを言い出した。 ねえ、闇川。一体、ゲ春監修、若宮ドン吉氏のあるものは、実在の人物かね私は声が詰まって、しばらく返事ができなかった。なぜ急にそんなことを聞くんだいだって僕は、これまで若宮を散々訪ねて歩いたんだが、ついに彼を見ることができなかった。 探し方が悪いんだろう。いや、そうとは思えない。僕の調べたところでは、多くの人々がゲイシュンカンという名を知っており、若宮ドンキジ氏の名前も聞いて知っているが、さて、ゲイシュンカンのはっきりした所在も知らず、また若宮氏に会ったものもないのだ。変な話じゃないか。 君はこれに対してどういう釈明を持って僕を満足させてくれるかねはははは。<laughs> 私は声を立てて笑った。なぜ笑うのか。だって君はあまりに懐疑的だよ。若宮先生のごとき鬼人がそう安っぽく人前に現れるものか。 先生や芸春間に関する話がたくさん知られていることだけでも、その存在は立派に証明されるじゃないか。先生は本当に人体売買の手術を希望する当人以外には合っている糸い間がないのだ。仕事も忙しいし、それにさらに深い研究も続けておられるものだからね。 じゃあ君は僕を若宮氏のところへ連れて行って会わせてくれ。ダメだよ。君はそういう手術を希望していないんだから、やっぱりダメだよ。とにかく僕は大きな疑惑を持っている。よろしい。そう言うんなら他の方法によってこの疑惑を解いてみせる。こんな話から、 私は気まずくなって鳴海の宅から立ち去ったそして私はさらにすさんだ生活の中に落ち込んでいった生活と刺激のために私はいよいよ自分の体の部品を売り飛ばさねばならなかった首から上だけはうるまいと思っていたが今はそれさえ守りきれなくなり眼球を売ったり 歯を全部打ったり、またよく聞こえる耳を打ったりして、ついには頭髪付きの顔の皮膚までも売っ払ってしまった。そして私は鏡というものを極度に恐怖する身の上とはなった。まったく浅ましき限りである。顔がすっかり変わったということは、寂しきことではあるが、その代わり都合のいいこともあった。 それは今まで私を知れる者が今では私だと言い当てることができなかった。なるみさえ町で会っても気がつかないで私のそばをすれ違って行ってしまう。私は大変気楽になった。ある時私は図らずも一つの問題に突き当たった。それは他でもない。こうして要望も変わり、 声も変わり、獅子から臓器までも変わり果てた現在の私は、果たして本来の私と言えるかどうかという問題であった。こんな苦を経てきたというのも、もともと本来の私というものが可愛いためであった。ところが、よく考えてみると、本来の私というものが、今ではほとんど残っていないのである。 残っているのは脳みそだけだと言っても過言ではない。あとは皆借り物だ。質の悪い他人の部品の修正体だ。そんないい加減の修正体が果たしてやはり愛すべき価値があるかどうか、はなはだ疑わしい。この問題は意外にも非常に深刻な問題であった。 私はこの問題に触れたことを大いに後悔した。しかし手をつけてしまった以上、もうどうすることもできない。問題の解決より他に解決の方法はないのだ。現在の私は本来の私と同じように自ら愛すべき価値ありや。ああ、恐ろしいことだ。 私はとんでもない過護を犯した。事故を愛するためにあんなにまで苦労を重ねながら、知らず知らずのうちにそれと反対に事故を破壊し尽くしていたのだ。こんな悲惨な出来事があるだろうか。私にとってはそれは大なる悲劇であるが、世間の人たちにとってはこの上もなくおかしい喜劇だというであろう。 私はすっかり自信と希望とを失ってしまった私は急に病体となった心も体も日増しに衰弱していった思考力が目立って減退し始めた記憶も薄れてゆくこんなことでは本来の事故の最後の財産である脳髄までが腐敗を始め やがて絶対の無と化してしまいそうだこの新たなる予感が重苦しい恐怖となって私の全身を攻めつける私は一日衣装をひもとき若返り法と永遠の生命の功について研究したその結果得た結論は次のごときものであった 臓器や四肢を取り替えることによって、見かけの若返りは達せられるも、脳細胞の漏水はいかんともすべからず、結局永遠の生命を獲得することは不可能である。私は失望を禁じえなかったが、そのうちに、ふと気のついたことは、この遺書はかなり版が古いことである。 そこで今度は巾着の医学雑誌を片っ端から探してみた。するとそこに耳寄りな新説が記載されているのを発見した。大脳手術の細菌における驚異的発達は従来不可能とされた諸種の問題を相当可能へ移行させた。老衰せる脳細胞は若きはつらつたる脳細胞に植えつぎて 画期的なる若返りが遂げられる。かかる場合、知能的には低き脳細胞へ移植を行うことが手術上比較的容易である。この一文は私に新たなる元気をもたらした。ありがたい。我が脳細胞の漏水は全然処置なしではなかったのだ。 私は何とかして若返る道を発見せねばならぬ。それにはどうしたら一番良いであろうか。いろいろ考え抜いた挙句、私はついに一案を思いついた。それは甚だ突飛な解決法であった。しかし現在の私のような境外にあっては致し方のないことだ。読者よ、呆れてはいけない。 私は私の体に残れる本来の私の最後の財産たる老衰せる大脳の皮質を摘出して、これを動物園に繋がれている若きゴリラの大脳へ移植することを思いついたのだ。なんと素晴らしきアイデアではないか。かくして私はあのはつらつたるゴリラの計り知られぬ勢力を自分のものにすることができるのだ。 私は若宮先生に嘆願して、この思い切った大脳手術を凍うた。幸いに先生は大きな同情を持って快諾し、そして私の注文通りの手術を行ってくれた。それから幾日経ってか、私が気がついた時は、私は一頭のゴリラになり果てていた。そして、 従来に礼なき安楽な気持ちとはつらつたる勢力と思って、檻の中より動物園入場者の群れを眺めて暮らす身の上とはなった。桜の花びらはひらひらひらと我が檻の上より舞い落ちるのであった。私は生まれて初めての安楽な生活に放悦を覚えた。 そういう楽しい生活が無限に続いてくれることを祈っていた私だが、入園後まだ朝きある日のこと、私の楽しい気持ちは突然剥奪されるに至った。それは私の檻の前に立った一人の見物人を見上げた時に起こったことである。その時私は思わずガーガーと叫んで牙を剥いたものである。 その男、我が檻の前に立ち、熱心にこっちを覗いているその男。その男の顔、肩、肉付き、手足、全体の姿、その全てが、なんとかつての本来の私そっくりであったではないか。私はその瞬間、万事を悟った。貴様だな。俺の両足から始めて、 両腕、臓器、顔などとみな買い集めてしまったのは、貴様は俺のものをそっくり奪ってしまったのだ。買い取るならそれもよろしいが、そのように俺のものを全部修正しなくともよいではないか。ことにこれ見よがしに俺の檻の前に立つとはけしからん。だがな。 貴様はまだ俺からその全部を奪っているのではないのだぞ。脳細胞のことよ。肝心の脳細胞は今ちゃんとこうしてこっちにあるんだ。ははは、お気の毒様だ。私は腹を抱えてゴーゴーと笑ってやった。するとかの男は私の言葉を了解したと見え、 急に恐ろしい行走となって、私の檻へ歩み寄った。あ、危ないそれを後ろから引き止めたものがある。おう、鳴海だ。鳴海がなぜこんなインチキ野郎についているのだろうと私はちょっと不思議に思ったが、それを解いている糸間はなかった。かのインチキ男は檻の鉄棒に捕まって、 それを前後に揺り動かしながら、私に向かってわけのわからぬ言葉でののしった。私はむらむらと尺に触って、いきなり立ち上がると檻の方へ飛んで行って、恨み重なる不愉快なその男の小さな顔を両手で押さえつけ、ぐわっと噛みついてやった。ああ、いい気持ちだ。以上は、 第34号室の患者まるまる氏の手記である同氏は本日世の執刀によって大脳手術を受けることになっているものであるが氏の作動精神状態はこの手記によって自命であるだがこれは精神病ではなく断片によって脳髄に受けたる圧迫障害に基づくもので大脳手術を施すことにより 多分回復するだろうと思われる。なおこの手記は極めて興味あるものであって、患者の脳症を顕著に示しているが、しかし死がかかる患者であるとの予備知識なくして一読するときは、一つのまとまった物語として受け取れる。しかし、この物語の中にある事件は、大部分が実在したものではない。すなわち、 死の遊戯熱き親友、鳴海三郎氏の段によれば、次のごとき興味ある事実が判明する。一、玉子なる夫人は実在せず、全く闇川きちんどの幻想にいず。二、芸春館も若宮ドン吉氏も実在せず、ただし若宮先生なるものは、実は闇川きちんどが、 自ら二役的存在として仮想せるものと信ずべき節あり、すなわち闇川きちんどなる名を逆に読めば若宮ドン吉にして、子は彼の小説家らしき仕業なりと資料す。三、闇川きちんどは一客すら売り飛ばせるものにあらず、言わんや、 最後に残りたる脳細胞を動物園のゴリラに移植したるなどのことは全然虚構に属する妄想なり、ただ一日我は彼を散歩に連れ出し、落下ふんふんたる下を動物園に入場し、ゴリラの檻の前に至りたること、および彼がゴリラの檻へ近づかんとしたるをもって、我は驚いてそれを引き止めたるは事実なり。 我は不幸なる闇川きちんどが、幸いに瀬尾教授の手厚き手術によりて、戦前のごとき健全なる彼にまで回復することを記念してやまざるものなり。